さあ皆さん、目は大丈夫でしょうか。私は限界だ。今回の残り30分でギリギリ終わんねえかもしんないよな、こんだけチビチビやってたら。ただ遠距離魔法はまあ多少なり怖くて。ここまで来たら事故なく行こう。よーしよし、え、目の前から来るとはな。恐ろしいところから呼びやがった。逃げ場が怪しい。まああっさり逃げれてしまった。よし、こいつらの命中は所詮99程度であれば、これで全てが型がつくんじゃろ。さあみんな離れて離れて。ミスターエフラムのワンマンショーが今から始まるから。銀槍、勇者、傷薬はもういらん、ちっちゃい、そんなの。よし、手斧がそろそろ切れるぞ。エイリーク踊って、この超有能なね配達業者に手斧を運んでもらいましょう。こういう時アスレイさん便利だわと思ったけど、それアスレイさんの仕事なのか。まあいいや、まず死なないという意味では安心感がやばいから。上がってこいや、火力が足んなかったぜ。お、当てるじゃねえの。相当いい確率引いたよね。必殺一個も出ないか。おお、目玉も苦しよう。守備的にはどうなの ?21 か。弓持ってるやついたよな。お前か。テオノマン、そこに控えておいてくれ。このターンだけ勇者のオノマンになるわ。アスレイさんに経験値はもったいねえだろう。ただ雑に置いておけるのは強みではある。その辺に待機で、ここよここ、えらいことになってる。そんなあれだね、安心しきれる感じの回避ではないね。だがこれで問題ね。よし、また一つ魅力的になっちまった。ビブローが届きまちん。一応振っといた方がいい気がすんだよね。誤差の範囲ではありますが、一応。よし、どうぞ。さあジスト無双、そしてエフラム無双だぜ。そこの目玉ちゃんすごい数仕入れてくるよね。あとどれぐらい来るんだろう。一見危ないように見せかけて全然危なくないね、これ。余裕すぎるぜ。さあプレゼント交友。そう、あの世池の片道切符だ。
気持ちいいぐらい投げ倒してくれる。3発目ヒュー、1発外してもまだまだ残ってんだぜ。よう、うう、希望はない。まだ来ますか。どうせ倒せねえんだったら細身でいいだろう。でこっちよ。では失礼。弓使いが残ってしまいますが、まあ些細な問題です。また硬くなっちまったぜ。斧どう？ B か。斧 B か。もうちょっと欲しいね。特にやることございません。どうぞ。増援切れちまい早く。こうしてみると前回なんやかんやワープですっ飛ばしたの正解のような気がするんだよな。むしろこれを初回で見たかった感はあるかもしれない。ただやっぱめんどくさいな、造園マップは。さあ23の嵐、バランスを極めていけ。運よく必殺が出れば倒せるんじゃがね。そういう意味では細身の方がと思いましたが、そこまで変わらんな。こんな増強相手に軸分とはもったいなかろう。うん、鋼ではどっちにしろギリギリ届かないからね。だったら細身の必殺率にかける。使い切ってくれてありがとうよ。おお、なんかいろいろ来たぞ。キャルベロス、かっこいいじゃん。だがかっこいいだけだ。では明日の光さん、ここで装備の補給で待機して、こっちこっち、よいしょ。またどっかからとんでもないところから不意にブワッと来ねえかな。クモちゃんがな、幸運1。そういえば幸運みんな低いのか。いや、飛び抜けて低いな。クモはそこそこ強く見えるね。さあ、両部隊ともに割と穏やかな時間を過ごしていますが。うえ。エフラムがモリモリ強くなってるぜ。魔法ちょっと床から降りたら目玉ちゃん倒せるけど、どうだろうね。お、当たった。やるね。また来たよ、目玉ちゃん。よし、お相手しよう。こいつ結構遠くまで来るんだ。ジークムント、今こそ出番だ。ここは殲滅に限るでしょ。で回復して、ジストちゃん、山ジスト、よし、することない。最低限の動きで殲滅しろ。減ってるようで増えてねえか、敵の数。よしよしよし、
さあ下の方もわちゃわちゃしてきてはいるが、外しちゃったか。大事な一発だったけどな今の。よーし、あーやらしい位置に行っちゃったな。まだ来んのかよ、どうなってやがんだこれ。数が多いなんてレベルじゃねえじゃん、もう嫌がらせじゃん。よいしょ、これ敵の数をさ溢れさせた方がむしろ楽だったりしたりする。上その位置はあかんか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ここだったら大丈夫か。目玉の位置から離れろ。で出番です。これ以外にやることはない。つう雲の量やべえな。クーガー君は今のうちに治療を施して、エフラム君に装備を渡す準備を。あれは骨が折れるぞ。よし、どうぞ。これさ、作業用動画として投稿始めましたけども、このカサカサって音は微妙に作業を止めるよね。ドキッとしない？お体に触るというか耳に触るというやつだ。もうそろそろ止まると思うんだけどな。まだ来んのか。止まったわ。よし、よし、せっかく持ってきてもらったところ申し訳ねえな。タイミングがよくね。よし、鋼だとあれだが勇者ならちょうどいいだろう。よし、やることある？ない。コウマくんのレベルアップ狙ってもいいけど。お、S になってるぜ。アウドブラ持てんじゃん、ついに。来たな。これで晴れて、本当に剣枠として成立するわけだ。おめでとう。それはよろしいのですが。雲硬いね。3発もいるとは。多分ですけどね、あの目玉付近通過したらまた増援来るんだわ。しかしまあここですごい成長してね、強くなってくれてる。ありがてえもんだ。よし、いってえんだよなこれ。当たっちまったか。おい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 、とんでもねえなこのマップ。手斧の程度で十分。一旦下がるしかねえな。
ビブロー。よし。回復量は申し分ない。そしてやることはない。というか前に出れねえ、これじゃ。早く増援切れてくれ。これマジやばいって。装備なくなるとかいうことをちょっとずつ恐れつつある。そこまではいかんと思うが。手斧では当たらんか。今度こそ止まったか。やったか。下に行こうか。ジストがやばそう。いいね。よし。結局さ、強い人に任せるから、本当強い人を3、4人でよかったな。よしよしよし。これが一番楽だしな。もう出てこなくていいぞ。もう来んなよ。振りじゃねえぞ。勝ち目のない戦いを延々やるのも嫌でしょう。向こうさんもね。一思いに終わらせてやるから、もう来なくていいぞ。そんな気はしてたよ。もうすげえな、これパーティーじゃん。ちょっとしたH いくつだよ。ちなみに127か。強いな。別のキャラでやればよかったとはならんわけだ。さあ、なんやかんやレベル11まで上がってしまわれたぞ。お、守備カンスト。上限値がもったいないよね、フラムは。コーマでもちょっとぐらいは食べたいところではあるが、もろもろの事情を考慮するとやっぱエフラムには勝てねえな。どうぞ。続々と到着中ってね。でもさ、絶対ペース落ちてきてるわ、これ。ジークムント、いや銀の槍だ。よし、少しずつ少しずつ一歩ずつ行くぞ。銀でも火力が足りねえでおござる。なんかお呼びじゃないやつもこっち来てるからね。手斧壊れちゃったよ。やるな。ほえー、多すぎるわ。いくらなんでもお腹いっぱいだよ。リブローは間に合ってます。だけどそれ以外がきついわ。これすごいことになってるよ。もうThank you.
よし。でも敵の増援に隙間が生まれてる今、攻撃チャンスではある。エフラムに丸投げもいいけど、弱った敵ぐらい分け前くださいよ。よし、撃って出るぞ。こっちがちょっと微妙か。では攻めます。行くぜ。当たると痛い。でも倒しておきたい。よし、そろそろ遠距離魔法枯らしに行くぞ。よいしょ。下の方はもうそのままでいいな。危ね、はみ出すなよ。よし、もう止まるじゃろ。言うてもう止まるよ。そんな、これ以上はもう許してくださいよ。こんなに長引くとはね。フラグじゃないと思いたいもんだ。全員一時撤退だ。一旦エフラムに任せよう。危険だ。ジークムントにして交換で傷薬もらうよ。よし、これで殲滅するからまた後で会おう。そして下、問題はこっちだ。よく当てた。勇者でも結構硬くなったな。よし、もしかして本当にオノエスあるぜ。間に合うのか。ガルムの所有者よ。光は間に合わないかね。ただ杖 S にはなってるから問題はない。闇 S もいるしね。弓 S? あ、いるわ。オッケーオッケー。育成、いい感じですね。間に合ってんじゃん、意外と。マジで残り30分で終わるか不安だったんだけどさ、終わらなかったな。きっちいわ、このマップ。体力勝負じゃん。ほら、一体なら面倒見れんだよ。なめんじゃねえぞ。足りんのか。もったいねえ。ジークムントが、ジーク、あれ、じゃあジークムントで合ってるわ。リンデがエリーグネスだ。今度こそ止まったよな。止まったといえ、しかしこっちが全然止まってねえんだよ。まだまだやばいな。おいっす。待機しちゃった。まあ合ってる合ってる。行動的には間違ってない。大丈夫。
支援は入れなくていい。この雲さえ倒せばようやく終わりそうだ。よし、間違ってもそのストーン野郎の範囲には入るなよ。このままでいいな。どうぞ。ああ、疲れる。よし、また足りない。止まった。長かった。よし、ちょっとだけ気が楽になったね。ギリギリ倒せないなら下がって、召喚遠距離魔法を持ってる時の方が倒しやすいんですがね。ちょっと遠距離魔法怖いので、ここは打ち尽くしさせます。よしよしよし、てかまっすぐ行け、釣ってくれ敵を、余計なやつ事前に潰しておきたい。よし、亡霊が変なスイッチ踏んだらまた何か来るはずだ。もうこんなゲームボーイアドバンスのソフトにどんだけのデータ入れてんだよって話を、繰り返しにしたって限度があるぜ。何も撃ってこない。あと一発。打ち尽くしたか。よし、ならば行くぜ。スイッチ起動します。何か起こるか。さあ見せてくれ。やばかったら私は逃げる。何も起こらんね。やっと前行っていいんですね。攻めていいんですね。よし、ベストの用意はいいか。 OK、 念には念をのアスレイも準備 OK です。目玉ちゃんが上から来るぞ。結構侮れない。気をつけたまえ。よし、テオノマン行きます。こんにちは。一撃。このショーだけでジストは生まれ変わったと言ってもいいね。長弓さんか。
当たらねえぜ。だったらもうあとは死ぬしかねえな。敵の動きなし。どんどん召喚しておとりにしていけ。お、無音。どっちかというと貫禄の無音ですね。さあじわじわ来てるぜジストがよ。よしよしよし、いいね。力カンストやったね。こんにちは。獣でも火力が申し分ないことになってるね。もらえる経験値もしょっぺーが。こいつのラストーン、この先のマスから動き出すわけだ。ソードキラー有効なのか。レッツ。エイリンクは前でない方がいいと思うな。一旦救出で下がるぜ。臆病すぎるぐらいがちょうどいいってね。では失礼して。森を取った林か。ユアンは強えぞ。よし全軍上。待たせたな。ようやく攻める時だよ。時間がかかったがここからは10分もかけねえぞ。すぐに終わらせてやる。よしアスレイを前に。アスレを盾にしていけ。よう。アクスバスター。ただそこにいるさ、アーブが怖いよな。当てるとは、やるじゃないか。当たらん。この程度の命中ならぶっ潰してやるぜ。ぶっ潰せなかった。踊って長弓をお届けしてやるぜ。お腹空いてきたな。のんきだ。よし、まあでも余裕はあるよ。精神的余裕がね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ここがベストポジションか。そうか、リブロ使えないのか。ではここで手斧だね。この手に限る。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 大丈夫大丈夫。まあ大丈夫じゃなかったら今更なんだから。うん、そういう後からもう一回計算みたいな素振り見せるのやめよう。2体いるからな。ちょっと不安になっちゃった。自分を信用していない。お、当てるとはやるね。こいつ剣持ってんな。弓か。いろいろいるね。
おお、いいもん持ってんね。いらない。本当に止まったな。お、斧も間に合ったじゃない。アクスマスター持ってんのか。へえ、だからなんやねん。へえ、よし、武器 S 間に合いました。これでジストさんのレベリングの優先度は落ちた。あと誰だ、育てるとしたら。ホーマか。行くぜ。つえ。お前やるな。強くてびっくりしたよ。では少しずつ前線を上げていきます。やっとこうあれだね、準備運動も始まるってもんよ。だからジストさん、それ直撃しないようにだけ気をつけて。ここまでやっていてえなんて、そんなねえ、ないよ。辛すぎるよそんなの。シャレにならんし。キルソでいいね。射抜く。よし、こいつらは飛行ユニットでなら楽に倒せるということか。こんにちは。あばよ、まだまだ強くなるぞコウマは。よし、技が足んないな。でも誤差っちゃ誤差です。気にはならない。よし、なんか持ってんのかお前。特効薬か。しかも落とすじゃん。よし、うう、あと2発頑張れ。ここまで来たら徹底する。オラオラかかってこいや。片方は潰しました。もう片方は任せる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 体験命中90、天木は命中105。問題ねえな。コーマすげえな。森コーマの回避よ、これ。ここまで強くなったコーマの実力、見せようぜ。コーマは強くなった。活躍タイムだぜ。ゼロ。行くぞ。まさしく暗殺めいてるね。アウドムラって確か魔法が上がるんだっけか。すべてを一撃で粉砕するぜ。雑な投げ方やね。で一応
確認しておいたんですけど、アーブさんは動かないね。よし、行くぜ。強い。体力。おい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 見せてくれんね、最後まで。嬉しいよ、育てた甲斐があるわ。ほんと割とマジで強えなもうなんか過剰な接待はいらねえな。もはやそれさえも失礼ってもいい。よいしょ。ラスト一体キャモン。傷一つつかんぜ。ではあとは左にいる遠距離魔法やつをどうにかしておしまいですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 ここか。枯らします。もうその方が早い。ターン終了繰り返すだけでいいから。というかさ、命中99。威力36。軽これぞまさしく忍びの極意。いくぜ。よし、ここまで来たぞ。当たらん。成長したな。見せつけてやろうぜ、この動画を見ている皆さんにもな。ジュンコロ、ほぼほぼ終わった。あばよ、突っ込んでも死なない人を前に出して本当に動かないのか確認しまーす。怠慢晴らせようぜ。お前の実力を見せてみろ。なかなかやるが負けはしないな。よし、ではエイリーク、エフラコ行こうぞ。ネイミーちゃんもあの武器を持つ時が来たようだぜ、ついに。なぜ絶望する、なぜ諦める。負ける要素がねえからだぜ。じゃあアニメーションにしましょうか。次のターンで決着ですかね。さあみんな合流しよう。長い苦しい戦いもこれで終わる。やるじゃん。使い切ってくれてありがとうよ。コーマ、行きます。ダメか。
ポプロン欲しいね。ここにあるよ。最後まだまだ経験値いっぱいもらえるね。じゃあな。うわっ、グッバイ。コウマ、お前はネイミーちゃんを守るためにどんどん強くなる。本当な？大佐カンストおめでとう。未だ誤貧して強くなり続ける。装備効果で穴がなくなってら。こいつ射程にだっけ？お金な。特攻あんのか、これ。じゃあ行こう。よくよく見るとミルラと同じ感じのドラゴンなんですね。なんか切なくなったわ。ゆっくり眠りな。やばよ、安らかに。割と伸びてるよな。すっげえ。コウマドーピングしてねえんだよな。幸運たけしよな。やるな。アスレイもドーピングはしてますけど、それにしたってもともと結構強かったが、コウマくんはカンストみたいなところはないけど、その分幸運をも自力で上げてここに立ってる。そう、今この大地に立ってる。では制圧しましょうか。間違えた、今イリク編だってな。長かった戦いだが、エンド。お父さんに会ってきました。ミルラ、ほんといい子だよな、マジ。どうにかなりそうだぜ。ほんとこの魔王はなんか小物集が消えんよな。というわけで次回小物を潰しに行きます。ありがとうございました。